ニュースのお時間です。ナビゲーターを務めさせていただきます。象座でございます。またもや、東谷義和が暴露を始めました。内容としては、アンジャッシュの渡部と知り合い、渡部が大阪に来た際に、女の子をあてがっていたそうです。その女性が口が固く、気に入ったそうで、大阪に行った際に、ホテルに宿泊するわけでもなく、数時間という形で、撮影の合間に使用をしていたそうです。 実際に、好意があったかどうかは、憶測という形で述べておりましたが、好意があった前提で語られておりました。そして、LINE のやりとりを公開されておりました。また、完全に無視をされたから暴露したとのことです。では、ここから私の独断と偏見で意見を述べたく思います。皆様のリテラシーで捉えていただければと思います。まず、渡部が既婚者と分かっていて、なぜ、 女を紹介した。なぜ、ホテルの手配をした。そんなことしなければ、何も間違いは起きていなかったかもしれない。同罪です。それに、東谷を無視したのは、関係を生産したいから無視をしたのではないでしょうか。関係を続けるということは、それに頼って同じ過ちを繰り返す可能性があるからと思います。お薬で依存していた人は、そういった関係の人間と連絡を取らない。 完全に関係を切るというのが鉄則です。それを今さら暴露するというのは、悪質なつ,つもたせと思えて仕方ありません。少し、下品に思えます。人のみそぎの前に、自分のみそぎは住んでいるのでしょうか。まずは、そこからに思えます。皆様は、この暴露に対して、どう思われましたかコメント欄にお願いいたします。また、チャンネル登録もお願いします。